これ何の動画になってるかちょっと分かんないと思いますが、多分新宿御苑前のね動画のねおまけみたいになってると思います。これねドコモタワーですね、 NTT ドコモのね、まあ東京の新宿で一番ねいびつな形をしたねビルだと思うんですけど、これですよね。まあここまでね長い動画でございます。長いか分かんないですけどご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回のお待ちしております。皆さんご無沙汰しております。旅園チャンネルの旅園本人です。今回はね東京都交通局、大江戸線のね都庁前駅をね紹介していこうかなと思います。当駅はね2面4線の駅でございます。飯田橋方面とかまたね他の国立競技場方面とかもいろいろとねつながっております。私の乗ってた列車もね発車ですね。ここから2万のようですね。先ほどワンマンでした。都庁前駅ね、到着しましたってところですね。当駅都庁前駅は東京都交通局大江戸線の駅でございまして、ナンバリングはね E28 E のこの E は、大江戸線の、ま、絵から取ってきたものだと思います。当駅ね、ま、大江戸線のみなんですが、方面がねありまして、新宿西口方面と、新宿駅方面、あとね、西新宿5丁目方面という、周りに全部新宿という地名がね、つくような、駅なんですよ。お隣の駅がね。で、当駅ね、大江戸線の起点駅でもあるんですね。で、まあ、起点というのはね、飯田橋両国方面がね、方面に起点で、あくまでも新宿から、まあ新宿に、まあ、西新宿の方に抜けていく感じはもうとあの途中駅という感じなんですよね。結構そういう感じでございます。で、今駅名表出てると思うんですが、左に新宿、こちらがね、六本木大門方面でございます。0.8 キロ、まあ、800メートル先にね、新宿駅があります。もう、反対側の 800m 進むと西新宿5丁目駅があります。この次がね中野坂上という駅で、東京メトロ、丸の内線との乗り換えができる感じなんですが、当駅はもとあの大江戸線しか来てない駅でございます。まあそんな感じですね。で一応言ったら環状線みたいな感じなんですが、まあ環状室内ですよね、厳密に言うとね。まあ、いわゆる環状線の、まあ、一部みたいな、なんか一部ではないのかな。大江戸線ってね、まあ、厳密に環状させる計画は本当にあったらしいんですけど、それですとね、途中前通らないんですけど、結局のところそういう話はなくなりまして、まあ、今のところ。あんのかな？案としてはあっても、今はそういう計画は具体的な動きはないって感じですね。
まあそんな感じです。これにただいまね、映ってるのは路線図ですね。門前仲町とか、清澄白河、森下、両国、蔵前、新御徒町、上野御徒町、本郷三丁目、春日、飯田橋、牛込神楽坂、多分牛込柳町って書いてありますね。門前仲町からね、お大門方面ですと、月島、赤土木、築地市場、汐留、大門、赤羽橋、麻布十番、六本木、青山一丁目と書いてますね。結構ね、各駅ではないんですが、多くの駅でね、乗り換えができる感じでございます。ちょっと勝時、築地市場と、牛込神楽坂のところはね、乗り換え駅はないとか、乗り換え路線がないって感じですけど、他の駅は大抵ね、どっかしらの乗り換えがね、できるって感じですね。あ、赤羽橋もないですね。そうですね。で、都庁前駅ね、ホームの構造は2面4線で、地下駅。で、1日の乗降人は39,957人でございます。開業は1997年平成9年でございます。で、まあ、近くにね、東京都庁、まあ、もう 駅名通りですが東京都庁のね、まあ、最寄り駅ということでございます。多分ね、路線図の下半分が出ますね。はい、そうですね。あ、多分ね、牛込、ね、左がね、牛込か柳町からの線路でして、若松川田というのかな。で、東新宿、新宿西口、都庁前って感じですね。多分国立競技場方面は多分青山一丁目からですね。青山一丁目の次が確か国立競技場ですね。まあ、この駅もね、ずいぶん前ではないか。そこそこ前にね、紹介しましたね。で、代々木、新宿で都庁前ってことですね。都庁前を出ますと、西新宿、中野坂上、東中野、中井、落合南長崎、新江古田、練馬、豊島園、練馬春日町、光が丘という感じですね。光が丘がね、E38 ということですね。まあ、大江戸線ね、多分東京の地下鉄の中では路線距離がね、一番長いと思います。だから日本の全国のね、地下鉄での中でも一番長いんじゃないかな。その次、横浜市地下鉄のブルーラインが来るって感じですけど、まあ、将来的にブルーラインがね、もっと長くなるって感じですね。改札の外側ですね、トンネルじゃない、トイレはね、駅構内についております。エレベーターもあります。バリアフリーは対応しております。光が丘方面がね、何番つんだ、光が丘方面とかね、そういうのはちゃんと確認してください。はい、そうですね、あのホームについてもね、ウィキペディアの情報ですと3番線からはね、光が丘方面にはね、行ってないって感じですね。まあそういうのも出ております。ちょっとね、難しいんですけどね。1番線がね、六本木大門方面、2番線が飯田橋両国方面、3番線は校舎方面、4番線は練馬光が丘方面となっております。地上天の大変そうだな。都議会とかのなんかちょっとね、上ホームのね、多分線路の上ですね、ホーム上のホームの上ですけど、こんな空間ですね。改札の上かな。へー、すごいっすね。ごめん、なんか改札出れる雰囲気ないから、ちょっとね、歩いていこうかなと思います。あっちに新宿の駅をね、紹介するんでね、そっちの方に行ってきます。ですけどね、東京メトロの方のね、東西線のね、南砂町の工事のための運休についてもね、ちゃんと表示されてました。どこまで行ったんだ俺、ちょっと焦ってますけど、
線はこちらへ通るということです。ややこしいですね。まあ、あったっぽいですけど営業してませんね。明日今日じゃないな。これですね、まあ、丸の内線西新宿、方面地下道って書いてますね。 A7 番出口ということでしょうか。まあそんな感じですが、今回の、駅紹介はここまでとなります。ちょっと都庁前駅ね、ちょっとね大雑把かもしれませんが、すみません。次回は多分この先の西新宿駅になってると思います。駅紹介はね、再生リストはねもちろん西新宿駅だと思います。
まあお楽しみくださいって感じですね。まあそれはねまた次回って感じですね。一応ね都庁前から日新宿はね地下道でつながっております。地上の道でもねつながってると思いますが、地下道からでもつながっておりますので、雨の日でもねそこまで心配はないのかなと思います。って言ってもね多分ね普通に、都営だったら普通に2駅先で中野坂上ですから、まあ、そこでね丸の内線に乗り換えるって方もいると思いますよ。多分それがメジャーだと思いますけどね、まあ、わざわざ西新宿駅にね、乗り換えるってことは多分基本しませんし、反対の新宿にしろねもうすぐね、丸の内線も乗り入れてますから、まあ、乗り換えできますし、だからまあこういう使い方はあんまないかなって感じですね。私はねあくまでも一紹介シリーズのね、の動画投稿のためってことでこういう普通は使わなそうなねルートで動いております。はい、次回、まあそんな感じですね。まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとね、寄付を募っております。まあスーパーチャットというものなんですが、それをね、募っております。何円でもいいです。まあスーパーチャット、まあ投げ銭ですけど、それもお待ちしております。まだあと高評価低評価の方のね評価もよろしくお願いいたします。今回はね17分程度の動画でございましたが、ご視聴いただきありがとうございました。まあ当チャンネル食べそのはね基本的にまあ今後のね、鉄道とか交通とかの話もしたりするチャンネルですので、結構面白い内容とかありますので、もしよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。